まおです。はい、今回は高いルルベを作るたった一つのストレッチとそれをキープするコツについてご紹介していきたいと思います。皆さんきっとレッスン中に一度はルルベ高くしてって注意を先生から受けたことがあると思います。ルルベっていうのは持ち上げるという意味があって、日本語で分かりやすく言うと背伸びの形ですね。こう指を折ってこういう風に指だけで立つっていうんですかの形のことをルルベと言います。よくレッスンでは出てくる動きですよね。バランスを取る時だったりバレーシューズでピルエットをする時なんかもね、使う動きになります。トーシューズを履くとルルベだけこうやってするっていうことはあんまりないんですけど、例えばこうポアントから高いドゥミを通ってこう足裏滑らかに柔らかく使って降りるっていう時だったりとか、あと歩く時とかもそうですし、とにかくこのね、背伸びの形っていうのはもうバレエを踊るにおいていつも出てくる動きだと思います。ただこの高いルルベって結構難しくって、こうレッスンをしているだけじゃなかなか習得しづらいもので、別途ストレッチだったりとか、あとその感覚っていうんですかね、をつかむ必要があると私は思います。今回はその高いルルベのためのたった一つのストレッチ、そしてここをこうすればそれがキープしやすいよっていうのを実践形式でやっていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それではレッツゴー。それではいろいろお話ししたいこともあるんですけども、皆さんが一番気になるのはストレッチだと思うので、まずそれからやっていきたいと思います。ルルベっていうのはね、こういうね、背伸びの形になるんですけども、この高いルルベを作るためには2つの部分の可動域を広げる必要があると私は思います。まず1つ目がここ、足首の可動域です。以前つま先をきれいにするためのたった一つのストレッチみたいな動画で足首の可動域を広げるストレッチをご紹介したので、そちらもご覧いただきたいんですけど、今回やっていくストレッチもそれの応用編みたいな感じ、ポーズは一緒っていうか、このね、高いルルベを作るのにまずここが硬いとそもそもこういう風にいかないじゃないですか。こういう風になってしまいますよね、ここが行ききれずに。だからまず一つこの足首は柔らかくする必要があると思います。そしてもう一つがここ、指の付け根の可動域です。たとえ足首の可動域が広くても、ここが硬いとこういう風にやっぱりなってしまいますよね。こう行ききれないので、特に大人からバレエを始めたよっていう方は、日常生活であんまりここまでね、こういう風に行くことってないので、この指の付け根が固まってしまってる方がちょっと多いんじゃないかなと思います。なので今からはこの2つを一気にアプローチできるストレッチをご紹介していきたいと思います。ではね、一緒にやってみてください。ポーズは正座で片足を立てた状態、こっちの方が分かりやすいかな、こういう状態で、こっち今だったら右足をね、こうルルベにします。では、ここら辺、このお尻っていうんですかね、お尻のちょっと下ぐらいでこのかかとを押していくんですけども、いきなりバンってやらないでください。ゆっくりゆっくりご自身のお体と相談しながらやってください。ちょっと私もうめっちゃ顔切れてるんだけど、このままいきます。ちょっとね、この膝を前にずらして、こういう風にギューって、この主に親指、人差し指、中指ぐらいまでかな、こういう風にね、押していって、しっかりここが曲がった状態、こういう状態ね、見えるかな、こうやって押していってください。左もね、やっといてください。こういう風にして、こうやって、見えないね、こういう風にね、ぐーっとここで押していくような感覚です。もっとできる方はこう両足ね、こういう風にしてこうやってやっていただいても大丈夫です。ただこれだとかなりグイッといってしまうので、最初はこういう風にやっぱ片足ずつやることをおすすめします。はい、ということでこれが高いルルベを作るたった一つのストレッチでした。はい、では次に今の高いルルベを保つ方法についてお話ししていきたいんですけど、ちょっとその前に、なぜルルベは低くなってはいけないかということをお話ししたいと思います。理由はいろいろあって、例えばバランスを取るとき、バランス取るときってこう軸をね、一点っていうか一線に集めた方が取りやすいんですけど、こうルルベが低くなってしまうと指先とかかと2つになんか重心が来てしまうって言ったらいいか分かんないんですけど、2線みたいな風になってしまうので、軸がこう分散してしまって
集めにくくてバランスが取りにくいっていうのだったりとか、あとピレットの時も同じですね。軸はね指なんだけど、かかとが出てしまっていたらこうグワーングワーングワーンってなっちゃうじゃないですか。なので回りにくいだったりとか、まあそういう理由もあるんですけど、ルルベが低くなってしまって一番怖いのがふくらはぎの肥大化なんですよね。ルルベって、まあ、基本のね引き上げとかもちろんなんですけど、足裏を使って立たないといけないんですね。ルルベが低くなってしまったらふくらはぎだったりとかアキレスに負担が来てしまうんですよ。あのバレエを始めてふくらはぎが太くなってしまいましたっていうようなお悩みよくいただくんですけども、そういう方にね多い原因がルルベが低くなっているということなんですよ。ですのでやっぱり高いルルベっていうのは絶対必要になってくるんですけど、さっきご紹介した可動域をね広げるストレッチだけじゃなかなか保つことは難しいと思うので、高いルルベを保つちょっとしたコツというのをお伝えしたいと思います。はい、それでは足元拡大の映像になってしまって申し訳ないんですけど、まずね私のルルベから見ていただこうと思います。私生まれつき極度の扁平足ですので全然綺麗じゃないんですけど、まあ、形だけ見ていただけたらと思います。はい、今これが膝も伸びている状態になります。前から見たらこんな感じ、あのこうなったりとかこうなったりとかはダメで、であとさっき言ったこういうねルルベもダメで、これだと本当に今めっちゃここに力入ってます。でちゃんとねこういう高いルルベにしなくちゃなりません。でこの私のこう指にも注目していただきたいんですけど、こういう風になってます。ちょっと開いてるパーみたいな状態になってるっていうんですかね、重なってるとかあとグーになってるとかっていうのがダメで、ちゃんと開いてる状態、こういう状態で、まあ、コツなんですけど、この足裏の1、2、3点が重要になってきて、ここで乗ってるっていうような感覚です。この指で立ってるっていうか、このいわゆる MP 関節って呼ばれる部分ですね、ここで立ってるって感じで、多分多いのが小指側にねこう構足みたいな感じになって立っちゃうのが多いと思うので、あのこう3点って言ってもこっちにあんま重心が来すぎちゃうとこうやってなってしまうから、私はこうもう人差し指ここに乗る意識ですね。こういう風にここに乗ってるっていうような意識でやっています。でこのさっき言ったねこの指の間こうやってパーにするっていう話なんですけど、こうやってなったりするとすごい危ないし、あとこう重なったりとかこういう風にね重なるのもダメなので、これがねできないよっていう方は、足裏じゃんけん、グーチョキパーグーチョキパーって、特にこのルルベの場合はこのパーですねが重要かなと思うので、こうやってね見えてるかな、こういう風にね開けるようにまずこれでねちょっとやってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は高いルルベを作るたった一つのストレッチと高いルルベをキープするコツについてお話しさせていただきました。高いルルベってすごい難しいですし、私もまだまだ研究途中で、たまにねバランス取る時とかには今めっちゃ低いわっていう時とかあったりするんですけど、みんなでね高いルルベが完璧にできるように頑張っていきましょう。はい、ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらぜひグッドボタンと、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。